ニューオーリンズ・セインツはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズに本拠地を置く NFL チーム NFC 南地区に所属している。第44回スーパーボウルで優勝している。ホームスタジアムはメルセデス・ベンツスーパードーム。本部と練習施設は同じルイジアナ州のメテリーに位置している。1967年にエクスパンションチームとして加入した。1970年の NFL と AFL の統合後、NFC 西地区に所属した。チームは創設以来長期低迷し、1978年まで12年連続負け越し、1979年、1983年と8勝8敗になったが勝ち越したシーズンは1987年までなかった。1987年から1992年までに4回、プレーオフに進出したが、プレーオフでの勝ち星はなかった。この間1991年に初めて地区優勝を果たした。2000年シーズン、プレーオフ5回目の出場で、前年のスーパーボウルチャンピオンのセントルイスラムズを破り、プレーオフ初勝利を挙げた。2006年には、NFC チャンピオンシップゲームに進出したが、シカゴベアーズに14-39で敗れ、スーパーボウル出場を逃した。2009年の NFC チャンピオンシップで、ミネソタバイキングスに勝ち初のスーパーボウル進出を果たした。1967年から1974年までは、シュレーンスタジアム、1975年からメルセデス・ベンツスーパードームを本拠地としている。2005年はハリケーン・カトリーナによるスーパードームの損傷のため暫定的にタイガースタジアムとアラモドーム、ジャイアンツスタジアムを使用して公式戦を行った。スタジアムの改修には$185,000,000がかけられて2006年から再びスーパードームを本拠地とした。セインツのシンボルであるフルードリスチーム設立が承認された11月1日が諸聖人の日であることからチーム名はセインツと付けられた。ロゴマークのフルードリスはルイジアナ州がかつてフランス植民地だったことにちなみ、ニューオーリンズ市の紋章でもあるマークがそのまま採用された。マイナーな変更を除き、1967年に採用されたものを一貫して使用し続けている。チーム創設から1974年までユニフォームの白と黒を逆にしてホーム用を白、ビジター用を黒にしていた。トランペッターのアルハートは、ジャズ曲、聖者が街にやってくるをオフィシャルソングとした。1966年11月1日、NFL コミッショナーのピート・ロゼールによって、新球団として承認されたことが発表され、1967年に創設された。1967年、ロサンゼルスラムズとのシュレーンスタジアムで行われた開幕戦で、ジョン・ギリアムが92ヤードのキックオフリターン TD を決めたが13-27で敗れた。この年チームは3勝11敗に終わった。エクスパンションチームが3勝を挙げたのは、この当時の NFL 記録であった。1970年の NFL と AFL の統合を経て1986年まで20年間地区。優勝はおろかプレーオフ出場さえなかった。1979年まで地区2位にさえなることはなかった。その中、QB のアーチー・マニングはプロボウルにも選出された。1979年、1983年とチームは勝率5割を達成したが1987年までのうち残りすべてのシーズンは負け越しした。1970年11月8日、生まれつき右足のつま先から先のない障害を持ったキッカーのトム・デンプシーが NFL 記録となる63ヤードの FG を決めて19-17でデトロイト・ライオンズを破った。この記録は2013年にマット・プレーターが64ヤードの FG を成功させて更新した。1980年、チームは開幕から14連敗した。地元メディアのスポーツキャスター、バディ・ディリーベトが観衆に紙袋をかぶってホームゲームで応援することを提案した。エインツと書いた紙袋をかぶり目の部分だけくり抜いて観戦するパフォーマンスは、その後 NFL だけでなくアメリカのチームスポーツにおいて、急速に広がり不甲斐ないシーズンを送るチームの応援にはしばしば見られるようになった。この年、サンフランシスコ 49ers 戦では、ハーフタイムを35-7とリードしながら、後半ジョー・モンタナに率いられた相手オフェンスを止められずに35-38で敗れるという、当時の NFL 記録となる28点差のリードからの逆転負けを喫した。アーチー・マニングは、セインツ創設後の初期に活躍した QB1985 年に、チームはトム・ベンソンによって購入された。ジム・フィンクスが GM に、ジム・E・モーラがヘッドコーチとなった。1987年に12勝3敗で、創設以来初の勝ち越しを決めて、プレーオフに進出した。1990年から1992年までの3年間は、ドームパトロールと呼ばれたパット・スウィリング、リッキー・ジャクソン、サム・ミルズ、ボーン・ジョンソンの4人の LB を中心とした強力なディフェンスでプレーオフに出場した。1991年には開幕から7連勝した。チームのこの快進撃は聖者の行進と呼ばれた。エース QB ボビー・エイビアが肩の負傷により7戦目から12月半ばまで欠場した。エイビアが離脱する前、他のチームに3ゲーム差で地区首位だったものの、スティーブ・ウォルシュが先発してから、チームは負け越し、エイビアが最後の2試合に復帰してから連勝、11勝5敗で、初の地区優勝を果たした。ジム・モーラはチームを4回プレーオフに導いたが、プレーオフでチームは1勝もできず、3勝13敗に終わる1996年シーズン途中に辞任した。1997年から元シカゴベアーズのヘッドコーチ、マイク・ディトカをヘッドコーチとして迎えたが1997年、1998年とチームは6勝10敗に終わった。1999年の NFL ドラフトでディトカはその年の全指名権、翌年のドラフト1巡、3巡指名権と引き換えにワシントン・レッドスキンズからドラフト全体5番目の指名権を獲得、リッキー・ウィリアムズを獲得した。しかしこの年チームは3勝13敗に終わりディトカと GM のビル・クハリッチは解任された。2000年から2005年まではジム・ハスレットがヘッドコーチとしてチームの指揮を取った。2000年チームは2度目の地区優勝を果たし、プレーオフに進出、セントルイスラムズを破り、プレーオフ初勝利を挙げたが、翌週の試合でミネソタバイキングスに敗れた。GM のランディ・ミューラーはこの年の NFL エグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーに選ばれたが2002年シーズン開幕前にベンソン・オーナーによって解任された。2002年、ヒューストン・テキサンズの加入によって地区の再編が行われた際に NFC 南地区に移った。この年チームは第37回スーパーボウル優勝を果たす。タンパベイ・バッカニアーズに2勝したが前年に続き、プレーオフを逃した。2003年は8勝8敗で、プレーオフ進出はならず、2004年は開幕6試合で2勝4敗、12試合終了時点で4勝8敗と、ハスレットヘッドコーチの首が危うい状況であったが、そこからチームは4連勝し8勝8敗となり、プレーオフ争いをしていた、ラムズ。バイキングスと8勝8敗で並んだ。NFC チームとの成績が、ラムズが7勝5敗、セインツが6勝6敗、バイキングスが5勝7敗であり、ラムズがワイルドカード1つ目の椅子を手に入れ、セインツとの直接対決を制していたバイキングスがもう1つの椅子を手に入れ惜しくも、プレーオフ出場を逃した。ハリケーン・カトリーナの被害によって、本拠地、スーパードームで、プレーできなかった2005年、チームは3勝13敗の成績に終わりハスレットは解任された。2006年から指揮を取るショーン・ペイトン HC2006 年3月23日、チームはプレシーズンゲームをシュリーブポート及びミシシッピ州ジャクソンで行うと発表した。4月6日にレギュラーシーズンのホームゲームをスーパードームで行うことが発表され9月25日に行われる。マンデーナイトフットボールでのアトランタ・ファルコンズ戦がスーパードームでの2シーズンぶりの試合となった。この試合に23-3で勝利した。観衆は7万3人入り、ESPN の NFL 中継としては過去最高の 11.8% の視聴率となりおよそ全米の1085万家庭が視聴した。試合前にはグリーンデー、U2 がWake Me Up When September Ends、The Saints Are Comingで盛り上げた。12月17日チームは NFC 南地区を初制覇し3回目の地区優勝を決めた。ショーン・ペイトンヘッドコーチはチーム史上2人目となる就任1年目で地区優勝を果たしたコーチとなった。その後、プレーオフ1回戦のシードも決まり、ディビジョナルプレーオフでフィラデルフィア・イーグルスを27から24で破り、NFC チャンピオンシップゲームを決めた。3勝13敗からカンファレンスチャンピオンシップゲームに出場を決めたのは1999年にセントルイスラムズが前年の4勝12敗から進出した記録を破る NFL 新記録となった。セインツがプレーオフで勝利したのはそれまでワイルドカードプレーオフでの勝利しかなく、チャンピオンシップゲーム出場は初のことであった。2007年1月21日に行われた試合で14から39でシカゴベアーズに敗れ第41回スーパーボウル出場はならなかった。2007年開幕戦でスーパーボウルチャンピオンのインディアナポリスコルツに10から41で敗れ、続く3試合に連敗した。開幕4連敗した後、4連勝したが7勝7敗から、最後の2試合に連敗し最終的に7勝9敗でシーズンを終えた。2008年、チームは2009年のドラフト2巡と5巡指名権と引き換えにニューヨークジャイアンツからジェレミー・ショッキー、2009年のドラフト4巡指名権と引き換えにニューヨークジェッツからジョナサン・ビルマを補強した。第44回スーパーボウルで MVP を受賞した。ドリュー・ブリーズ2009年4月30日、ベンソン・オーナーと地元自治体は少なくとも2025年までは、セインツがニューオーリンズに残留することについて合意したことを発表した。この年、チームは開幕から13連勝を果たし、パーフェクトシーズンの期待が高まったが、第15週にダラス・カウボーイズに敗れ連勝は止まった。シーズンでは、結局13勝3敗の成績を残し、NFC 南地区優勝。チーム史上初となる第1シードとしてのプレーオフ出場。ディビジョナルプレーオフでは、アリゾナカージナルスに45から14で勝利。続く NFC チャンピオンシップでは、ミネソタバイキングスと対戦。第4クォーター終了時点で28から28の同点となる接戦となったが、コイントスで先行を取ったセインツが延長で FG を決め、31から28で勝利し、チーム史上初の NFC チャンピオンとなった。そして、同時に、チーム史上初のスーパーボウル進出を果たし、第44回スーパーボウルでは、インディアナポリスコルツを31から17で破り、初制覇を果たした。2010年、地区優勝はアトランタ・ファルコンズに譲ったもののワイルドカードでプレーオフに出場を果たした。プレーオフ初戦は NFL 史上初めて負け越したもののプレーオフ出場を果たしたシアトルシーホークスとの対戦でセインツが有利と見られていたが36から41で敗れた。2011年ブリーズがダンマリーノが持っていたシーズンパス獲得ヤード記録を破る5476ヤードを投げた。チームは2年ぶりの地区優勝を果たし、ワイルドカードプレーオフでデトロイトライオンズを破ったが、ディビジョナルプレーオフでサンフランシスコ 49ers に32から36で敗れた。シーズン終了後、ディフェンスの強化に貢献のあったグレッグ・ウィリアムズディフェンスコーディネーターがラムズに去り、ラムズのヘッドコーチを務めていたスティーブ・スパヌオロが後任となった。2012年、相手選手に怪我を負わせると、ディフェンス選手が自らプールした資金から報奨金を受け取っていたことが明らかになり、ペイトンヘッドコーチが1年間活動停止処分を、ディフェンスコーディネーターのウィリアムズが無期限、活動停止処分を、GM のミッキー・ルーミスが2012年シーズンの最初の8試合の活動停止処分をアシスタントヘッドコーチのジョー・ビットが2012年シーズンの最初の6試合の活動停止処分を受けた。またチームは2012年のドラフト2巡、2013年のドラフト2巡指名権を失った。ジョナサン・ビルマ、アンソニー・ハーグローブ、ウィル・スミス、スコット・フジタの4人も出場停止処分を受けたが、4選手への処分は、ポール・タグリアブー、元コミッショナーの異議裁定で取り消された。この年、ディフェンスが崩壊し、開幕から4連敗し7勝9敗で、プレーオフ進出を逃している。2013年は、開幕から5連勝したが、第6週のニューイングランドペイトリオッツ戦で、残り5秒に、トム・ブレーディに TD パスを許し連勝は止まった。ホームでは8戦全勝だったものの、ロードでは3勝5敗と負け越し、地区2位の11勝5敗でシーズンを終え、プレーオフに、第6シードで出場した。フィラデルフィア・イーグルスを26から24で破り、ロードでのプレーオフ初勝利を挙げた。ディビジョナルプレーオフで、第1シードのシアトルシーホークスと対戦、獲得ヤードでは409対277と上回ったものの、FG2 本の失敗、第4ダウンギャンブルが3回中1回成功に終わるなど、要所でシーホークスのディフェンスに抑えられて、15から23で敗れた。2014年12月15日のシカゴベアーズ戦で勝利、6勝8敗ながら地区首位に躍り出たが、翌週のアトランタ・ファルコンズ戦に敗れて、プレーオフ出場を逃した。2015年と2016年は連続して地区3位に終わり、プレーオフ出場を逃した。2017年には、地区優勝を遂げ、南地区の他2チームと共にプレーオフ出場を果たしたが、ディビジョナルプレーオフでミネソタバイキングスに敗れた。2018年3月、オーナーのトム・ベンソンが死去して、妻のゲイル・ベンソンがオーナーとなった。10連勝を遂げるなど、大差をつけて2年連続で地区優勝を遂げ、コンファレンスでも最高の成績でプレーオフに進んだ。だが、コンファレンスチャンピオンシップでロサンゼルスラムズに敗れた。2019年9月、第2週の試合中ブリーズが右手親指靭帯を痛め、約6週間の離脱となったが3年連続で地区優勝を遂げ、第3シードでプレーオフに進むも、初戦でワイルドカードのミネソタバイキングスに敗れた。2020年には4年連続で地区優勝を遂げ、第2シードでプレーオフに進出した。第17週の対カロライナ・パンサーズ最終戦では、RB 全員が新型コロナウイルス感染症の感染者、濃厚感染者と認定され、欠場するトラブルに見舞われた。この年から、プレーオフ進出チームが各カンファレンス7チームとなったため、第2シードのセインツはワイルドカードプレーオフから登場し、第7シードのシカゴ・ベアーズを破った。しかし、40歳以上のベテラン QB 対決となったタンパベイ・バッカニアーズ戦に敗れ、ディビジョナルプレーオフ敗退でシーズンを終えた。2021年3月14日、ブリーズは引退を発表した。マスコットのガンボチーム公式マスコットとして、犬のガンボと人間のサーセイントがいる。ガンボは、犬種はセントバーナードで背番号00を着用している。セイントセーションズ1987年より公式チアリーディングチームとしてセイントセーションズが活動している。日本人では松崎美奈子が2015年から2016年まで在籍していた。セイントセーションズが創設される以前、セインツには2つのダンスチームがあった。1967年に誕生したルイジアナズはセインツダンサーズ、マドモアゼルズ、マムゼルスと名前を変え、1971年まで活動していた。平均48名のダンサーと最大12名のリザーブダンサーで構成されていた。このダンスチームはディズニーランドのエンターテイメントディレクターとして長年活躍し、1967年から1970年までセインツのスタッフとして働いていたトミー・ウォーカーによって創設された。振り付けはニューオーリンズに住んでいたダンスインストラクター兼ボイスコーチのフィリス・ネルソンが担当した。また、ネルソンは1969年から1971年までチームディレクターも務めた。もう一つのチームは1975年から1978年まで活動していたボーナミスである。D・ケリー・ボイド・アバインによって指導され、ルイジアナスーパードームで初めて踊ったダンサーとなった。1978年にエンジェルズと変更する。しかし、その直後にスタッフアシスタントの人物が麻薬所持で逮捕され、この逮捕にチーム関係者が関わっていた疑いがあったため、解散となった。1987年、ジム・フィンクスの発案により、再度チームのダンスチームの創設が提案され、ザ・セインツ・ダンサーズが結成され、間もなく、セイント・セーションズへと改名し、現在に至る。セインツが海外での試合をするたびに、海外公演を行っており、1993年には、東京でもパフォーマンスを行った。一度対戦二度対戦マイク・ディトカ。ありがとうございます。